いいんですか、長くない、ね、長くない、ね、いつもそんな長くないよね。なんか気に入らないんですか。うわっ、びっくりした。お前のビビり顔キモ。じゃあ驚かすなよ。お前のせいな。後悔してる。驚かしたの。うーん、なんか納得いかないんだけど、やめていいか。いや、そのそれだけで。はい。あ、いいじゃんいいじゃん。尻尾みたいで。いきます。せーの、下町上町中町です。始まりましたってことで、今日は何ですか。今日はミスド新作。はい、ということでモデル自宅。すごいよ。私からしたら身の程知らず。何身の程知らず。テディベアと暮らすリッチな暮らし。あ、歌詞。あ、歌詞ね。ヘラヘラとのね、動画の歌詞を今言ってたそうです。今回は栗フェア。あ、さつまいもか。さつまいもフェアということで。いや、でも見て、これとほら、それは栗なんじゃない。多分栗。こちら栗2個。なんか小学生の時の順平みたいな見た目。どこがだよ、マジで。頭の形がこんな感じだった。ここがね、ここが頭が張ってるからね。そう、キノコって呼ばれてました。こうじゃない、順平。顔がこうなっててね、頭が広がってるから、ほぼ宇宙人と同じ骨格なんですけど。ということで、まあこれ話題になってるから、うん、食べていこう。話題になってるっていうか、今日だから発売。そうです、発売今日です。うん、うわ、こっち重い。こっち超軽い。持ってみ。ね、ほんとだ、こっちの方がぎっしりしてる感あるわ。じゃあこれから食べます。それはさつまいもど、とろり蜜、芋蜜。いただきます。だから大学芋じゃない。さつまいもをイメージしたしっとりとねっとりと食感のドーナツ。さつまいもシフォンケーキってこと。え、大学芋っぽくない。うん、いただきます。うん、なんか5倍いるんだよね、1匹。お前だろ連れてきたの。いや、俺じゃないと思うんだけど。頭から湧いてんじゃない。めっちゃ悪口。久しぶりに聞いたんだけど、虫湧いてんじゃないって頭。嫌なんだけど、なっちゃう。美味しいよ、これ。似てるね。なんか、あったよね、これ。何の時だっけ、こういう。さつまいもじゃない。去年だよ。去年食べてんだよ、やっぱ。これ、毎年出てるもん、さつまいも系。え、待って、もう去年言ってる。うん、精密な味を覚えてんだけど、これ一緒。おいしい。これは、デュルレ。なんか焼きポンデリングみたいな、これ、焼かれてんだよ。うん、すげえ。どう？どうって感じ。わかりません、じゃあ。おいしい。おいしい。高そうな味って感じ。おいしい、めっちゃおいしい、これ。なんかドーナツっていうよりもうなんかケーキ、うん、ケーキとかそっちに近いね。去年もこれ言ったよね。去年もさ、これだったじゃん。うん、言った気がする。言ったよね。うん、なんか覚えてる。本当の初はこれ2つだと思う。うん、じゃあ次、どう、はい、いきます。塩バタークリーム、上に乗ってんの。待って、うますぎる。マジ、うん、え、マジ。芋けんぴ、上。芋けんぴだ、ほんとに。うん、うますぎ。芋けんぴってみんな知ってるのかな。知ってるでしょ。探してるか。うん、おいしい、これ。おいしい、全部おいしい。なんか去年よりおいしい気がする。うん、これだって芋けんぴが絶対乗ってなかった。うん、去年よりおいしいね、ほんとに。うん、改良してくれてますわ、みすどさんも。去年よりさつまいも感を増した気がする。去年もでも、めっちゃさつまいもって言ってるの記憶あるよね。もうちょっと味変わっててうまいわ。で、それが栗ド。あ、待って、それホイップだ。栗の和栗ホイップ。待って、栗の味って分かる。そもそも栗すぎる。え、嘘。はい、あ、うわ、潰したこいつ。最低なんですけど。でも食べやすいからね、潰れた方が。めちゃめちゃ栗。モンブラン。うん、モンブラン。モンブラン、モンブラン。あ、めっちゃすごい。栗めっちゃ栗。栗っていうか、もうモンブラン。うん、めっちゃモンブランって感じ。うるせえよ、モンブラン。何回言うんだよ。いや、強く伝えたくてね。じゃあ次、チョコの方。それはね、あんこ入ってる。和栗あん。え、中に栗入ってる。あ、これあんこ。マジじゃん。なんか和栗あんだから、あんこっていうか栗のあん。おいしい。こっちの方が好きやや。栗さん少ない、そっちの方が。うん、うん、これなんかチョコホイップだわ。うん、全然栗がちょっと弱い。こっちの方が美味しい。この中で一番決めるなら、こっちの3つの中だったら、うん、これかな。ああ、そうだね。うん、そうかも。でも本当に全部美味しい。全部美味しい。けど確かにこれが新作感がある。なんか食べたことないから、俺らからすると美味しい。でこっちだったら、あ、いはこっち。うん、こっち。栗が弱いのチョコね。うん、ほぼ栗なし。本当にほぼ栗ない。真ん中にしかないから、うん、栗が。ただあいは栗到達してない可能性あるからね。うん、全然到達してません。でもこれが出る時もさ、たくさん DM 来たもん。うん、新作これやってくださいみたいな。で、俺ジム通い始めて半年経ったのよ。うん、半年ぐらい。細マッチョってどこから、綾からして。綾がさ、ガタいい人が好きじゃん。うん、どこからがガタいいの。ガタいい人が好きっていう、ガタいって。服が結構パツパツぐらい。筋トレしてたらみんな割とマッチョに入れる。うん、入れる。え、じゃあ俺もマッチョではないけど。そう、マッチョではないのよ。え、ちょっと、え、やだ。あ、ねえ、コバエル1匹。あ、おい、任せて。ちょっと
え、言葉で言葉で傷つけて殺そうとしてる小林を、え、もし見つけたら言って。だから見つけてんだってそこら辺にいるんだって。いや、明確に明確にいたんだって今。いや、違う明確にこうってやってくれれば、明確に精神的に追い詰めといたじゃあ絶対死んでませんそれ絶対死んでないからちょっとさ、本当に、いや、そうだよね、嫌だよね、触るのは嫌だ、順平に触れるのでもさ、触ってほしいんだよね。で、俺昔の動画見るのハマってるって前の動画でも言ったと思うんだけど、服着ててもガリガリなのが分かんの、前は、うん、で、今はちょっとだけ厚みを感じるの、うん、この、見えないじゃん、体ちょっと成長したな、自分で感じる。明確に、明確に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 、静粛にちょ、いないじゃん、いたんだ、今、いた俺じゃないよ小林連れてきても俺じゃないからね、マジ頭から湧いてないから頭から湧いてんだろ、虫頭から湧いてんの、マジマジで。てか言われたくない、めっちゃ傷つく言葉ランキング第2位ぐらいに入りそうじゃない。入る、めちゃめちゃ、しかも小学校低学年頭虫湧いてるってすごい嫌だよな、うん、誰が思いついたんだろう、そんな悪口。でも実際いるんだよ。あ、湧いてんのが、湧いてんの、湧いてんのそんな、そこら中にいるわけじゃないけどきっといるのよ、多分。俺、小学校の頃見ちゃいけないものを見ちゃやった瞬間があって、その多分ね、フケ、うん、フケってさ、汚いから出るとかじゃなくてさ、うん、乾燥肌の子とかに出ちゃうよね、うん、で、小学校の頃、小3、中国の頃ね、うん、坊主の子がこうやってずっと頭をこうやってやってたの、うん、で、フケをすごいつけに溜めてたのね、うん、内緒でね、うん、内緒で溜めてて、俺たまたまそれ見ちゃったの、うん、で、うわーって言っちゃったの俺が、うん、でも、あ、これ言っちゃいけないやつだと思って広めなかったっていう、そこの絆が深まった。いや、でも、わーって言ってる時点でもうさ、じゃあ、そうそうそう、チョコついた、そう、わーって言っちゃったの、わーって言っちゃって、やばっ。で、その子が本当に悲しそうな表情、今でも映像で覚えてないけど、その子が悲しそうな表情をしたの、うん、しかもその子中国の子だったのよ、うん、だから、あっみたいな、これいじめに発展するかもみたいな、俺がこうやって言っちゃったら、うん、と思って、わーって言ってそのままするでしょで、そこでマジ絆が深まった、めっちゃ覚えてる。あ、その子と仲良くなったの。まあ、普通ぐらいでもそれ、あっちからしたら助けてくれてありがとう、順平助けてはないけどね、別に助けてくれてありがとうみたいな感じだったから、仲良くはなった、その時よりはね。懐かしいわ、フケって出るよね、出ちゃう人、うん、しゃーないんだよね、あれ、乾燥肌とかで。だから今も俺、植毛してさ、頭がかさぶただらけだから。どうなってんの今、見して。これお、フケ出てる、すごいフケ出てるよ。でしょ、うん、キモいでしょ、だから布団今この粉だらけの、なんかあれ見たい、トイストーリーに出てくる、わかるの、わかる、ガチでわかる、めっちゃあれだよね、隣の子供の、そう、ガチャガチャガチャってやつ、赤ちゃんのチクチクの頭に、そう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 、それ、あの子も心優しいおもちゃなんだけどね、本当は。あいつにシドニーみたいなやつにやられたんだよな、うん、こう見ると見えないよね、きっと、うん、近くで見るともう、うわっ、あいつ集合体恐怖症でちょっと無理、触ってみて、無理無理無理、本当に無理何、順平の体も触れないのに、ここ一番こんなとこ一番触れねえよ。そう、今でも植毛して2週間ぐらい経ったのがもうあっという間だから、今はガーゼとかいらなくなった。あっという間に2週間ね2週間あっという間、逆だから、あっという間に2週間経った、うん、痛さもないの、本当にちょっとだけ、めちゃくちゃちょっとだけあるのと、リロベリロベあと頭の感覚がまだない、へここら辺があんまりないのと、ここから全部抜けるの、このチクチクが、うん、その周りも抜けちゃうの、うん、だからちょっとそれがね、不安なんだ、めっちゃ本当に前髪がなくなるの、全部が、うん、あと2ヶ月後ぐらいに、うん、大丈夫か大丈夫か本当にそれで鬱になっちゃう人いるらしい、うん、なんか髪を生やす治療したのに、うん、ダウンタイム副作用でハゲちゃうから、そのハゲでせっかく高いお金払ったのにっていうので精神的に病んじゃう方もいるらしいです。頑張ってください。ありがとうございます。もう最近食物のことめっちゃ調べすぎてさ、 TikTok とかもさ AGAK なのだるいんだけど、マジで27の男がで、友達と見てても恥ずかしい、え、なんか順平の AGA ちょっと多くないみたいなめっちゃ悩んでるやつみたいな、そうめっちゃ嫌なの本当に。 iPhone ケース買いました。 iFace マネージャーもそれで知ってたでしょ。え、そうどうこれ、うん、別に全然いいよね、うん、iFace ってまだ流行ってんの。俺らが大学生ぐらいの頃かな、全員 iFace だった、うんうん、本当にね。だから5年前とか久しぶりに iFace したからやっぱいいわ。あ、もう高校生の時みんな iFace だった。そうだよね。 iFace っぽい。これ、ね、角から落としてもいいの。これやめれるやめれる、それはやめれますポンデリング食べたい。ポンデリングいただきます。やっぱり前食べたやつちょっと違うよ。一緒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 。違う焦げた味したじゃん。これもちょっと香ばしいじゃん。しない。するいや、前回はもっと香ばしかった。いや、これぐらいだよ、もう慣れたんだよ。え、いや、マジでマジでそっちが濃いとかある可能性ある。色ちょっと違くない？いや、ちょっとどうです？一緒いやだよね、うん、絶対そうだよね。でも分かるよ、言いたいことは。だってここにも香ばしさあるじゃん。あるけど前の方が濃かった絶対。本当？知らんけど。じゃあ知らない
うんまポンデリングマジで。この年からさ本格的にキックボクシングと始める人っている？全然いるのかな。いるんじゃない。全然。俺は今ジムのエクササイズ的なボクシングやってるんだよ、うん、ジム1時間やってボクシングやってるんだけど楽しくて。これガチのやつ。もあの、まあ、今日フォームを教えてもらってたから、うん、ガードしてこうガチでやりたくなっちゃって、うん、ボクシングとか楽しいのよ、うん、普通に殴るのって人じゃなくてあのミットだけど、うん、マジでやっちゃってみようかなみたいな、うん、で強くなったら素人には絶対負けないわってなったらあのブレイキングダウンの一番弱い人と戦おうかなってじゃあ弱いさであの弱いキャラで弱いやつと戦ってボコボコにしようかなみたいな。男はもうほんと格闘技とかその好きだからさ、うん、強くなるのが嬉しいから、うん、本当に強くなりたくてね今。おまさか今日テディベアね保育園行ってんだよ。帰ってきた嬉しい。あえて今日は幼稚園に行ってます。テディベア何時なんですか。10時5時。やっぱ結構もう疲れた状態で来るね。じゃあ、うん、10時か。もう何したかは本当教えてくれないんだけどねマジで。その人も教えてくれないのその人は教えてくれるでしょ。教えてくれない教えてくれないって怖いんだけどめちゃめちゃ怖いんだけど本当に。あと何か技一発は覚えさせてもらってもいいですかね。その10時5時で出勤してんだよね。何か一つぐらいなんか芸を覚えてもらってもいいですか本当に。テディの伏せとかぐらいは本当に。本当何してるか教えてくれないからムズムズする楽しいかどうかも分かんないしめちゃめちゃなストレスになってる可能性あるもんねだってこれね犬によっては。でも最近は仲いいワンちゃんとかもできたらしくて。ほんと？マジ言われた。ほんとなのそれ。最近は相性のいいワンちゃんとかもいて楽しそうなんで、うん、ぜひ今週も来てくださいみたいな。はい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 。かぶるのか同じ犬が。そうだからなんか仲いい友達とかもできてるしでもまあそれはできるよね。でも犬もさすがに友達とかあるでしょ、うん、嬉しいよそれ友達ができるのは。絶対にいじめられててほしくない絶対にいじめられててほしくないし、その媚び売るような行動もしててほしくない。強い犬に対してうちのテディベアが媚びを売ってる感じは嫌だ。フォロワー12万人ぐらい。フォロワー10 十何万人いて利用されてないだよね。え、テディベアってあのえ、本当に犬飼いで犬飼いでえ、まさかみたいな。え、仲間近いのめっちゃいいやみたいなよく動画見てるよこの間そこ行ってたよね。顔行ってたじゃんお前泳ぎ下手じゃん。ちょっといじめられてる。あるかもしれないからね、もしかしたら。もしかしたら本当にいじめられてる可能性もある。はい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 、おいでおいでおいで。あ、全然嬉しいする嬉しいするか、そんなに。ああ遠隔オーディションってある？あ、触ってないのに。遠隔オーディションある。なんか嫌なことあった？ねえねえねえ、なんで帰ってきてこんだけ喜んでもらえたら嬉しいよねやめて、その親目線。ベアからしたらアユンチに帰ってきて純平がいるのがサプライズで嬉しかったんじゃない？まあ、そうだよね、サプライズだよ。俺らの関係性伝わってんのかな。犬のさ、匂い的に DNA 的に発する匂いが一緒とかさあんじゃない。ちょっとは親とちょっと似た匂いとかあるのかな。やっぱり DNA 的な。 DNA やめて、その俺も思った。知らないっすっ言いたいだけじゃん、DNA ってマジで今思ったわDNA だけ浮いてたわ、言葉が。おかえり、テディ。おかえり。楽しかった？ベア、楽しかった？なんか覚えた？テディ、なんか今日何した？まずはなんか話してくんない？じゃあ動画で見てみますね、今日何をしたか。あ、お願いします。そう、送られてくるからね。そう、送られてくるの。あ、すごい、今日はいろんなことさせられてますよ。させられてる、やめて。あの、させていただいてるテディ、顎のせ、まずは。うん、なるほどね。顎に乗せたら OK。 あー、それ俺もできるあとは、アロマサーチ。はい、その動画送ってたやつで。顎のせ、匂い嗅いだら OK。 匂い嗅いだら OK。 ほら、何の特訓これアロマを嗅ぐっていう。アロマを嗅ぐっていう作業。作業。あとはシットステイダウン。結構やって、え、それすごくない？結構やってますよ。あ、防いできた。もうすごい、うまいね。でもそういうね、ネームレッスンとか言ってるよ。テディって反応するかっていうこと。簡単。テディって呼ばれたって向くだけで餌もらえたの今日ね。えラッキーじゃん。ラッキーだよ。ご褒美タイムじゃん。それでなんかやってきた感出してんだなんか大木も保育園行ってきたからみたいな感じ出してんだ頑張ってきましたみたいなねレッスンしてきましたみたいな。ベアはもうやってないの、まあ、ああいうレッスン。あ、ベアもやってるよ。あ、やってんの。でやっぱベアの方がレッスン時間短い、できるから。そうだよね、生徒かも賢いもんね、ベアちゃんはね。これがさ、人間の子供ってなったらさ、喋れるわけじゃん、うん、もしも学校で今日いじめられてとか嫌なことされてって言われたらどうする。倍に返せっていう。怖
わ教育方針やり返せって、オラオラだなマジで。カジサックさんの切り抜きを見たんだけど、カジサックさんは娘が、息子かな、誰かがいじめられてたんて、うん、でカジサックさん行ったらしいよ、学校までマジで。でその子をちょっと来てって言って、怒る感じではないけど、さてガーって怒鳴るんじゃなくて、なんでみたいな、そう やめてほしいなみたいな、うん、そういうことを言ったらしい。だすごくないっす、すごい。それってさ、ちょっと 言うたらやりすぎな可能性もあるじゃん、うん、だって俺だって小5の頃は省かれたことあるけど、うん、親は一切関与してないからさ、一切自分は出ない、絶対絶対出ない、絶対出ない。え、どんな感じでも、うん、自分で何とかしなさいっていう。ボコボコにされたら、ボコボコにしてもボコボコにし返せばいいじゃんって。大人が出たらそれは違う、うん、違うのはもちろん分かってんだけど、テディベアがすごいいじめられてボコボコになって帰ってきたらさ、出るでしょ親が。いや、でも犬はさ、まあ犬はちょっとね、うん、難しいけど、これ考えるのでは。子供だったら出ないな。耐えれるかな子供がボコボコに帰ってきて。できないとかだったら、言い返せないとかだったら、うん、なんかアドバイスする。あ、まずこう言われたらこう言い返して先生にチクるが一番早いから。まあまあそうそうね、それがそうだね。けどまあしんどいんだよ絶対、そんないじめられてる側は。言い返さないよ、アヤみたいなメンタルじゃないから。うん、わかるけど、そのアヤのメンタル、俺叩き込むってまあ子供の頃にね、叩き込まないとね、そういうメンタルとかは。そうそう、本当にできないとかだったら先生に相談する。うんうんうん、いじめられてるみたいな。あ、お母さんからね。そう、いじめられてるみたいなんですけど。あ、もうアヤのことお母さんって言っちゃってるみたいなんですけど、うん、様子ちょっと見ておいてほしいですとか、うんうんうん、手とか出されたら止めてくださいとか。あ、まあまあそうか、そうか、そういうことは言うかも。俺学校の先生の友達がいるって言ったじゃん、うん、この前。本当に親が大変らしい。うん、大変だろうね。もう全て親が出てくるんだって、うん、子供も、あ、親に言いますよっていう怒られ方なんて、うん、こうやってなんか、おいとかなったら、うん、それいいんですか、教育委員会的にとか言われるらしい。やばくない？やばい。しかも高校名出さないけど、うん、不良系の学校なの、うん、不良系の江戸川の学校、うん、俺らの代は「え、悪っ」って言われるような学校が今そうなっちゃった。そういう悪いやつになってるんだって。怖いね。うん、だから本当、本当にやばいらしいよ。何もできないよね。そうそうそう、先生はめちゃくちゃ大変らしい今。大変だよ。順平だったらどうする、だって自分の子供がいじめられてたら。いじめられてるんだよねって。その時になったらまた変わるかもしんないけど、うん、俺多分カジサックさんに近い感じなんじゃないかな。あ、行く、一回行っちゃうかもね。でもさ、それで出てもさ、相手の親怖くない？親同士の喧嘩になったりする 場合もあるわけじゃん。親同士ね、それは避けたいのね。それは一番嫌だか。そう、確かに確かに確かに。なんか裁判とかさせら、さ、怖いじゃん。重すぎない？そんな裁判。いや、わかんないよ。あやたちが子供産んでる時代はもうそういう時代かもしんないよ。まあ、そうな。もうすぐ裁判しますよって子供は言う。あ、開示請求？もうすぐ開示請求しますよみたいな感じだもんね。自分で何とかする力を身につけてほしい。うん、まあ、それはそうね。絶対それが一番いいんだけどね。うん、今の考えだったら、うん、本当に子供産んで、わかんないけど、うん、その時になっても見ないと、うん。でもやられたらやり返せってあんまよく教育の良くないの。だってやられたの同じ倍返すって別に悪いことじゃなくない？でもさ、なんか元不良の経営者の方とかがインタビュー受けて、うん、あ、僕も昔親からその やられたらやり返せって言われててみたいな、うん、だから自分から手は出すことなかったんですけど、出されたらボコボコにしてましたみたいなエピソード結構多いじゃん、うん、そうなる可能性あるからね。あ、逆にやられたらもう手出していいみたいな、うん、基本的に手は出さない。手は絶対に出すなって言う、絶対言う。あ、それ大事。手は出す、あの、うん、出されても耐えて、うん、写真写真とか動画を撮っといて先生にチクれ。悪っ、教育。それは言う。手は絶対出すなって。口だけで勝負しろって。あ、まあまあ、うん、負けるねならなら負けます。あっち多分動画撮りながらいじめてるからで、こっち口だけだから絶対負けるから。手は絶対出すなっていうか、うん、手はね本当に出しちゃダメだよね。子供の頃から手出していい環境だと大人になっても出しがちだもんね、酔っ払ったりすると、うん、マジでよくないから。それかも本当格闘技やらすかだよね。格闘技やってる人って手出さなくなるじゃん、うん、だし、こう、避けることもできるしねこうね、そう、あ、それいいじゃん、うん、もしもいじめられて、はい、本当に暴言になって帰ってきたら強くなるって強くなろうよ、ジム行く強くなるって言ってジム一緒に行って、そしたら おのずと自信つくから、うん、そう、自己肯定感を上げてあげることが大事かもね、うん、そういう子供には褒める、褒める、うん、お前は強い。そうで、手出さなかったんでやられても、うんうん、偉いって、うん、褒めまくる、褒めまくってたくさんプレゼントしてあげる何でも買え、何でも買ってあげるの。それか、うん、いじめられたらお金渡してみたら悪っ、嫌な解決そいつ一生たかられるからもうでも悩んでる人いるよな子供、絶対。確かに教育って正解ないじゃん。ないね。で、正解ないこと俺苦手なんだよね、うん、俺正解あることははっきりできるタイプなの、うん、例えばタバコ吸わない方がいいじゃん、うん、正解あるじゃん、だからタバコやめれるの、うん、
とか。でも正解はなく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 ない？あれ加藤ミリア。だってさ、タバコを吸って体に悪いって、うん、タバコをめちゃめちゃ吸いまくっても90何歳まで生きる人だって。まあいるいるいる。正解ではないじゃん、タバコを吸わないのが正義っていうのは。あ、まあそれ言われちゃうと確かにね、タバコはね。確かに100何歳でもタバコ吸ってる元気なおじいちゃんいるもんね。めちゃめちゃ吸いまくってもさ、うん、超長生きする人がいいんじゃん。いる。逆にさ、全く吸ってない人なのに早く死んじゃう人だっているし。確かに。てか、正解なんてないんだよ人生に。うん、急にめちゃめちゃ深いんだけど、子供いないの。だから順平は、だから生きるのが大変なんだと思う。これ答えじゃない？暗殺すぎるよね。泣いてもいいよ。それでは泣かないです。そう言われたら泣かないですけど、確かに俺は答え求めがち、うん、こういうパターンにはこういう行動が正しいみたいな、うん、そういうテンプレがあると嬉しいんでしょ。そう、だから意識高い系のさ、 YouTube とかさ、うん、本は絶対1年で何冊読んだ方がいいぞとか、そういうの好きなの。そういう答えが 言ってくれるみたいな。だから女の子はこれされたら嬉しいとかがあるといいってことでしょ。なんか自分の意思ないね。それね、みんなに言われる。あの、ジュキヤとかに言われるんだけど、俺って、例えばバットホップに、うん、バットホップがすごい好きだから、うん、地元で会社やろうとか、仕事は友達だけでしかやんない、友達としかしないみたいなルールがあるんだけど、それとかも言うたら自分の意思というより、うん、じゃあバットホップがかっこいいと思って自分は受け継いでるというか、うん、その意思で俺は自分でやってるみたいな感じで、うん、全部人のいいところを真似してるって言われたの、うん、でもそれって逆に俺オリジナルじゃない。まあ悪いことではないよね。だって人のいいところを吸収してさ、それをさ、そう真似していけるってまあ悪いことではないけど、うん、新しいことは出ないよね、そっから。新しい何かは、うん、まあまあ生み出せない、うん、01がね、100にはできるけどみたいな、うん、でもそれはすごい自分の人生の課題ではあります。でも別に0を1にしたいわけではないでしょ、人生の生き方的に、うん、人生の生き方的にはもう1を100、いや1を50にすればいい、それをいっぱい欲しい。じゃあどうぞ生きてください、それで。別に順平にマジで0から1にして欲しいんだよねっていう求めてるものは特にはない。そうですよね、うん、ないですよね、うん、俺の生き方は人のいいところを全部奪って人ので自分にするっていうのが自分の生き方だから、うん、俺はそういう人間だ。でも多分子供にうちの親強いなって思わせたらダメって俺この前先輩たちに聞いた。なんで？うちだけ金持ちとか気づいちゃうと横暴になるらしい、うん、あで結構俺の先輩たちはお金持ちの方が多くてさ、お金持ちの息子みたいな、うん、なんか多いんだけど、娘がそういうなっちゃうらしいよ。だから雨の日タクシーとか言うの、先輩の子供、幼稚園で、あ今日はタクシーだねって言うの。やだー、雨降ったらやばくない？やばい、それやばいじゃん。だからその別に、あじゃあ今日雨だからタクシーだよって言ってなくても、うん、雨だったらタクシーで送ってるっていう、それを子供は覚えちゃうから、うん、難しいよね、ほんと教育って。でも友達のとかお金持ちの子とか、うん、めっちゃバイトとかしてたりとか してたから、うん、そういう子はなんかすごいお金を持たせない、うん、あいるよね。そうそうそう、全然お小遣いあげないお金持ちの家。でも家行ったらすごすぎて、こんなすごい人だったので、うん、であうちの親社長だ、うん、なんだよねみたいな、でもマジで金くれないからみたいな、うん、本当にお金ない、うん、それ素晴らしいよね、うん、それいい、すごいいいと思うわ、うん、でもなんかもう本当に玄関に置いてある椅子とかがもうヴィトンとかなのね、もう本物のやつ、そう、うんうん、でも本当にそれが見えないの学校じゃ、うん、えみたいな、すごいね、その子もその子で、うん、家行ったらえみたいな、うん、へえ、それすごいわ。その子も隠してるっていうかさ、隠してるっていうか、にじみ出てないんじゃん、うん、本当に出てない、出てないのもすごいなって思った、うんうんうん、本当にそうだね。今日もジム行って、先輩たちとジムやってるんだけどさ、お子さん当分になってて、3歳までの間は本当に旦那さんが育児をちゃんと手伝ってあげないと女性が崩壊しちゃうらしい。そういうなんか出てるみたいな結果が。4歳以降、あの旦那さんがしなくていいってわけじゃないけど、3歳までが女性の精神面が圧倒的に病む人が多いんだって。3歳超えたらちょっと楽になってくるからっていうのを言ってて、で先輩はそのあんまり家に帰れてないみたいな、その仕事がいろいろなとこ行くから言ってて、他のパパ先輩に怒られてた。いや3歳まではダメだよ、奥さん本当にダメになっちゃうみたいな。でもめっちゃ地元で「あやとかって子供欲しいと思うの？」って、うん、その子供いる人たちに言われる、うん、こんなに周りに子供いたら大変さ分かってもう欲しくなくなるでしょって。ああ逆にね。そう、そっか。でもあやマジでそうなのよ、うん、今はね。あ今はね、そう、うん、30歳ぐらいで欲しいなと思うけど、うんうんうん、遅くない？女性にしては考えが。でもなんか結構みんな25とかでしたいって言いがちじゃん、うん、全然30、35までには欲しいなって感じ。まあやりたいことがまだあるからね。まあ海外行きたいとかもあるんだけど、うん、もし将来の旦那さんってなったら、その旦那さんといろんなところにまず出かけたいの。はい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 、結婚してすぐ子供だとね。そう、うん、何年もかけて、だから結婚してからもうゆっくりな時間、ゆっくりな時間を何年も欲しいのね。なるほどね。だからそれを考えたら、うん、じゃあ今から彼氏作ります、うん、でまあ3、4年付き合ったとします、うん、で結婚して
します、うん、でそっから3、4年遊びます、うん、あ、そんな遊ぶ、もう8年じゃん、うん、ってなったらもう30で、しかも次の彼氏が結婚相手になるか分かんないわけ、分かんないね、じゃあ2年付き合いました、その人と、うん、で別れます、でまたゼロからです、うん、で2、3年付き合いますだともう30までもうじなんかもう全然全然時間足りないね、全然時間足りない、でもそんな理想つくね、どうした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 、狼の時思い出した、狼気質で、犬のさ、ちょっと話全く分かるけど、うん、あるじゃん、うん、あれは狼の遠吠えなんて、そうでしょ、そうでしょ、そうなんですって、そうでしょ、何、どうしたどうしたどうしたの、なんか楽しそうじゃない二人で、うん、最近テレビはすごい仲いいんだよね、え、わかるわね、うち預かった時もずっと二人で遊んでたから、仲いいなっていう、最近なんか仲深まってきた、やっぱ保育園での絆ってあるのかな、あー、あるかもしんない、外部に出た時にお互いの大切さに気づいたみたいな、子供のエピソードで言うと、子供生まれた瞬間に俺ワンちゃんを飼いたいっていう、もう俺の理想のあれがあるのよ、もう絶対無理そんなの、大変すぎる、大変すぎて無理、だってベアのちっちゃい時思い出して、そうだね、確かに、あんなにうんちおしっこされて、一匹目なんで特におしっこ覚えるの遅いから、無理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 、もう成長しきった犬の方が絶対一緒に飼うなんて、もうあんな夢見すぎ、確かに、そういえばそう、懐かしいってか、お前が何にもできなかった時、噛み癖とかも治ってよかったよね、うん、ほんと悩んでたわ、そういえば靴下とかめっちゃ噛むから、懐かしい、あとなんか子供の頃俺ね、ベアへの愛が強すぎて、うん、テディをちょっと下に見てた部分もあるの、うん、それは謝りたい、あの頃のテディ、確かにあんま歯が分かってなかったよね、そうなんだよ、成長するたびにちょっとさ、ブスに会っただけでさ、ちょっとテディやばくない、最低じゃない、テディがトリミングできなくてそりゃブスになんじゃん、そしたらちょっとテディやばいかもね、小声のやつ、しかもガチので、そうみたいな、うん、あやはもう全然、めっちゃ可愛いじゃんって言って、涙焼きもちょっとやばくない面倒見ないのに俺面倒見ないのにね、そういうトリミングしてからめっちゃ愛深くなって可愛くなってからね、最低だよねマジこいつ、ベアがもう好きすぎたんだよね、正直ベアが可愛すぎたってのもあるよね、うん、ベア子供の頃からめちゃくちゃ可愛かったから、うん、本当に、いやいやテディも可愛いし、ね、そうだ、ごめんねごめんねごめんね、元ブス育ちみたいなやつテディも可愛かったよ、はい、ということでこんな感じでミスド新作食べながら話しました、今日もテディ、うちのテディベア可愛かったですよ、自慢の息子娘です、ということでこの動画が良かった方はチャンネル登録、高評価、コメント、無断掲載お願いします、じゃあねー、ベちゃんおいでおいで、body's moving to the beat. じゃん、テディ、テディ、ほんと生意気だよな名前呼んだらチンチン周りかけここが好きなんだよね